上がっていくと滝が見えてきました。犬ころの滝と言います。この上流にも千ヶ滝という滝があるそうですが、川幅が細くなるのでフライフィッシングではこの滝が魚止めになりそうです。渓流の魚は滝登りをするそうですが、イワナは雨が降ると川から出て蛇のようにくねくねと地面を張って近くの流れに移動するなんてことを聞いたことがありますが、どうなんでしょうか。イワナの生命力を感じさせます。滝や堰堤の釣りではまず手前の開けたところから釣ります。もちろん滝壺やそれに続く深いところには大きな魚が期待できるのですが、流れの緩やかなところに餌取りに出てきている魚もいるからです。滝から続く流れは水面が波立っていても水深も深い場合が多いので、こんなところはリーダーをポイントに落としても魚に警戒されることもあまりないので、流れの真下から狙うこともできます。直下にフライを沈めて釣るときは滝の落下する力を利用することにしています。滝にフライをぶつけて滝壺直下に向かう流れにフライを入れてやり、一気に下に沈めます。下に沈めるときは滝の落下する力を利用することにしています。ここでラインを張り気味にしているとブルブルッと当たりが来ることもあります。
雪に覆われますが、水温もさらに下がって、そんな時は魚はじっとしているという説がありますが、解禁当初の雪の降る中でも餌釣りではよく釣れることもあるので、実際はどうなんでしょうか。フライにも出るっていうことも実はあるっていうことを地元の方にお聞きしたことがあります。